どうもパティです。最近 PS5 のライセンス商品が増えてきましたよね。でライセンス商品といっても本当に使えるのかどうか気になりますよね。ここで今回はこちらのちょっと前に発売された PDP ゲーミング LVL50 と Victrix ギャンビットサラウンドサウンドワイヤレスゲーミングヘッドセットとプレイステーション純正パルス 3D ワイヤレスヘッドセット、この3種類比較してどれが一番おすすめなのか検証していきたいと思います。このチャンネルでは PS5 や配信に関する便利な情報を動画にしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。まずはパルス 3D ワイヤレスヘッドセット PDP ゲーミングの LVL50 Victrix ギャンビットの入っているものはこのようになっています。PDP ゲーミングの LVL50 と Victrix ギャンビットの入っているものや仕様はほとんど同じですね。こちらの2つはワイヤレス USB ドングル、本体充電用のケーブルについては全く同じものとなっています。パルス 3D ワイヤレスヘッドセットの本体充電は USB Type-C ですね。Victrix とパルス 3D には有線接続用のケーブルが付属しています。 Victrix の方は長さが約 1.5 メートルとなっていて、こちらにボリューム調整とマイクのミュート切り替えスイッチがついています。ボリューム調整はある程度いくと止まるようになっているタイプですね。裏にはロゴがついています。パルス 3D の方は長さが約 1.2 メートルで、こちらにはマイクの切り替えやボリュームの調整の機能はついていません。普通のケーブルですね。それでは本体を比較していきます。最初にパルス 3D から見ていきます。頭のところはバンドになっていて、ここが頭に合わせて調節してくれる機構になっています。スイッチ類は全部左側についていますね。でこちらが電源になっていて、このように切り替えスイッチになっているので、間違ってオフにしてしまう心配はないかと思います。そしてこちらが 3.5 ミリの接続口で、こちらが充電用の USB-C ですね。こちらがマイクのミュートオンオフボタンですね。こちらがボリューム調整プラスとマイナスがあります。そしてこちらがサイドモニターのオンオフですね。自分の声が聞こえるかどうかをオンオフ切り替えることができます。そしてさらにこちらにゲーム音とチャット音量のバランスを調整できるボタンがあります。純正にしかない機能になっていますね。で最後にこの上部にこちらにマイクが1箇所、さらに下の方にもここにマイクがあって、マイクは全部で2箇所左側についています。パルス 3D については別の動画で詳しく紹介しているので、そちらをご覧いただければと思います。こちらの PDP ゲーミングと Victrix ギャンビットに関しては見た目がほぼ一緒なので、一緒に紹介していきたいと思います。こちらヘッドセットの上にはそれぞれのメーカーロゴが記載されていますね。この頭のところのクッションはこちらPDP ゲーミングはメッシュタイプになっていて、ちょっとスポンジのような感じですね。こちらの Victrix の方は低反発の合皮となっていて、ちょっとこう表面がツヤっとした質感 で低反発なので、こうグッと押すとちょっと戻りが遅い感じですね。で PDP ゲーミングの方が、まあ、若干硬いかなっていう感じですけど、そんなに変わらないですね。でこちらのパッドの部分もこの頭の部分と同じ素材になっていますね。それぞれ同じ素材ですね。なんでこちらは低反発になっています。で硬さは両方そんなに変わらないかなっていう感じですね。この上の方がちょっとこう浅くなってたりとか、もうほぼ同じですね。でこちらの長さの調整は、まあ、両方とも同じ感じになっていて、こうカチッと止まるわけではなく、こうぬるっと無段階調整式になっていますね。はい、Victrix の方も同じような感じですね。これほぼ同じですね。これ使われてるパーツがこの、まあ、調整する部分もそうなんですけど、ヘッドセットのこのハウジングの形とかも同じケース使ってますね。ちょっとデザインは違うんですけど、全体的な構造としては同じパーツ使ってる感じしますね。でマイクは結構違いますね。こちらの PDP ゲーミングの方はマイクを包み込むような感じで風防がついていて、 Victrix の方はこのマイクの中だけに風防がついていて、
包み込まれてる感じではないですね。周りはプラスチックかなってできています。で、両方ともこのマイクの上げ下げでミュートできるっていう点は変わらないですね。あるところまでいくとカチッとなりますね。こちらもそんな感じです。で、マイク自体は結構両方とももうフレキシブルに動くので、そんなに変わらないっていう感じですね。どちらもこういう、もう固定される感じは結構変わらないですね。音量調整はどちらも回して調整するタイプですね。続いてこちらのボタン部分ですね。こちらにこの電源ボタンとモードボタンがあるっていうのは同じ仕様ですね。ただこのモードボタンは結構仕様が違っていて、こちらの PDP ゲーミングの方はイコライザー設定になっていて、2種類で調整ができるようになっています。こちらの Victrix の方はサイドモニターになっていて、3段階で調整できるようになっています。ここが大きな違いですね。そして最後に端子部分です。両方ともマイクロ USB の接続口になっていますね。ただこちらの Victrix の方には 3.5 ミリの接続端子もついております。このモードボタンの仕様の違いと 3.5 ミリがついてるかついてないかっていう端子の違いが大きな違いですね。続いて付け心地ですね。まずパルス 3D からいってみます。はい、あ、これはもうすごい個人的にはすごい好きな付け心地で、重さ自体は軽いです。で、この側圧、この圧迫される感じはちょっと強いんで、長時間つけてるときつくなってくるかもしれないですけど、まあ、包み込まれる感じが個人的には好きですね。この上のこのバンドの部分、この調整がすごいふわっとくるんで、ワンタッチでいいとこに来てくれます。すごいよくできてるなと思います。はい、続いてこっちの PDP ゲーミングLVL50 の方ですね。はい、これも側圧はパルス 3D と同じぐらい強い感じですね。やっぱり長時間つけてるとこの耳の下あたりがちょっと痛くなってきそうだなっていう感じはあります。で、このパッドの感じはちょっとなんか硬い感じはします。フィットしてくれないというか、そんな感じですね。この上のこの長さの調整の部分なんですけど、自動で戻ってくれるわけじゃないんで、伸びたら伸びっぱなしなんですよね。なんで一番伸ばした状態でやっちゃうと、もうちょっとこう落ちてきちゃうみたいな、いいとこに来てくれないみたいなのはありますね。続いてこちら Victrix の方ですね。これは側圧柔らかいですね。その、なんだろうな、このやっぱこう使ってるパーツが同じなんで、強さ的には同じぐらいなんですけど、このパッドが低反発ですっごい柔らかい感じがするんで、側圧はかなり軽い方に感じますね。あとこのパッドの部分、どうしても合皮なんで、そのメッシュタイプよりは夏場とか長時間つけてると蒸れてきそうなのかなっていうのはありますね。それでは3つの仕様の比較がこちらです。価格はパルス 3D と PDP ゲーミングはほとんど同じで1万円ぐらいとなっています。 Victrix は約1万6000円なのでちょっと高い感じはありますね。重量速圧はそれぞれこのようになっています。重さ的にはパルス 3D が一番軽いんですけど、速圧は一番強いので締め付けられる感じが苦手な方はちょっときついかもしれないですね。逆に Victrix は重さはこの中では一番重いんですけど、速圧は一番弱いですね。イコライザーについては Victrix のみ設定ができないですね。これはちょっと残念ですね。イコライザー設定しようと思ったら別でミックスアンプを用意しないといけないってことなんですよね。音質の確認をしていきたいと思います。まずはパルス 3D の方から聞いていきたいと思います。足音とかちゃんとしっかり今聞こえてるんで、そんなに、まあ、純正、まあ、かなり付け心地がいいですね。やっぱり何よりも純正が聞こえますね。今純正が聞こえました。あ、足音聞こえる。で、やっぱりこれ純正なだけあって付け心地はすごいですね。で、音質はまあしっかり今足音も聞こえてますし、まあ、音はそうですね、普通に聞こえますね。特にあの、まあ、可もなく不可もなくというか。で、一番多分あのいいのが、その本体側でイコライザーを設定できるっていうのがやっぱ強みですよね。では続いて PDP ゲーミングのヘッドホンの音質を確認していきたいと思います。
PDP ゲーミングはこのボタンを押すとイコライザー設定を変えられて、1回押すとこうピーッという音が鳴って、それでピュアオーディオ、自然な音質ですね。でもう1回押すとピーピーという音が鳴って、でベースブースト、低音を強調したモードになりますね、はい、で低音を強調したモードでやっていこうと思います。右手側に音量を変えられるつまみがあって、ここは結構直感的に変えられるので結構便利ですね。お、あっちの方、銃撃戦があっちから聞こえますね。ちゃんとやっぱ方向も分かりますね。敵が近いな、足音が聞こえる。これぐらいでもやっぱクリアに聞こえますね。なんかそうですね、今 PDP ゲーミングの本体のイコライザー設定でベースブーストっていうモードでやってるんですけど、足跡が結構しっかり聞こえますね。左いた、はい、あの距離でも結構聞こえますね。足音どれぐらいだ、 100メートルぐらい、うん、100メートルぐらい先なら結構ちゃんと聞こえますね。ということで続いて、ビクトリックスのヘッドセットの聞こえてくる音質を確認していきたいと思います。ちょっと音質の前にやっぱつけ心地いいっすね。合皮のちょっとツヤっとした感じが結構肌に優しくフィットしてくる感じがありますね。これの一番残念なところはイコライザーがないんですよね。好みの音質にするっていうのはこれ単体だと難しくなってきますね。あ、今あっちから銃声がして、あっちを向くと、お、いますね、はい、あ、後ろから今銃撃戦が行われてますね。あ、ただちょっと印象ですけど、PDP ゲーミングよりこう音量をこう本体でこうマックスにした時の音のデカさはある感じなんで迫力は感じますね。お、なんか左から足音が聞こえると思ったらやっぱりいますね。あ、これでだいたいどれぐらいだ、89メートル、80メートルぐらいは足音しっかり聞こえますね。これはパルスであんまり感じなかったところですかね。それでは音質の比較を行っていきます。まずパルス 3D からですね。今射撃訓練場でプレイしてるんですが、この喋ってる声もパルス 3D のマイクから拾っています。で、Apex の音声も僕はこのパルス 3D から聞いてる状態です。マイクの音質いかがでしょうか、いかがでしょうか。パルス 3D はマイクがこう口元に来る感じではないので、ちょっと遠かったりするんですかね。うまく音声は取れているでしょうか。はい、続いて PDP ゲーミング LVL50 つけて引き続き Apex プレイしております。プレイステーション純正のパルスと違うところが、マイクが口元に来てるんで、より僕の声が近くで聞こえる雰囲気になるんじゃないかなと思いますが、まあ、ちょっと後で聞いてみないとっていうところですね。はい、いかがでしょうか。はい、いかがでしょうか。ちょっとミュートの切り替えとかもしてみましょうか。このマイクをグッと上まで持ち上げるとミュートにできるんですけど、ちょっとやってみますね。テスト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 。テスト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 。あ、このミュートになるときに僕の方にこうピコっていう音が聞こえてミュートになったんだなっていうのがわかりますね。ということで、続いてビクトリックスのヘッドセットをつけて引き続きプレイしていきます。はい、マイクもさっきの、PDP ゲーミング同様口元に来るタイプのマイクですね。はい、音質はいかがでしょうか。で、これも同じく、マイクを上に上げるとミュートされるっていう状態ですね。マイクには直接おそらく関わりないと思うんですけど、モードボタンを押すと、サイドトーンが切り替わるっていう機能があって、一回押してみます。あ、自分の声が自分に返ってくるので自分が何を喋ってるか非常に聞き取りやすいですね。やっぱりある程度自分の声が返ってこないと自分何喋ってるんだっけみたいな状態になりますよね。音質いかがでしょうか。こんな感じです。これがビクトリックスのヘッドセットですね。
ということで3種類使ってみての感想なんですけども、 Apex をやるならこのビクトリックスが一番おすすめかなと思いました。なんでかっていうと、まず音質の部分で足音とか銃声の方角がしっかりわかるっていうのがこのビクトリックスですね。パルスは臨場感とか迫力っていうのはあるんですけど、足音はまあ大体方角わかるんですけど、このビクトリックスを比べちゃうとちょっと若干劣るかなぐらいですね。全然悪いっていうわけじゃないんですよね。ただこっちはイコライザー設定できないんですけど、こっちはあの純正で PS5 内にイコライザーの設定があるんで、それでうまく調整することによって足音より聞きやすくできるかなと思いました。それはちょっとゲームによって追い込んでいく必要があるかなって思います。ただ総じてやっぱりこれがすごい聞き取りやすかったですね。それが一番ですね。ただそのゴーストオブツシマとかそういうストーリー系のゲームをやるときは、やっぱイコライザーをいろんな設定にして臨場感を味わうっていう意味では、こっちのパルス 3D がおすすめかなと思います。続いてマイクの音質なんですけど、やっぱり口元にマイクがある分、このビクトリックスが結構音を聞き取りやすかったかなと思います。はい。で同じくこの PDP ゲーミングも口元にマイクがあるんですけど、ノイズが入ってたり声が割れがちだったりっていうのがちょっと音質悪いかなみたいなのが気になりました。マイクの音質っていう意味でやっぱりこのビクトリックスが一番いいかなと思います。でやっぱりこちらのビクトリックス、やっぱり物がいいですね。圧倒的にやっぱり音が明瞭に聞こえるんで、プロの現場で使われててもおかしくないぐらいのレベルだなって思いました。ビクトリックスは e スポーツ向けにヘッドセットとかコントローラーとか、あとアケコン、そういうデバイス開発してる会社なので、やっぱりさすがゲーマー向けの商品開発だなって思いました。正直この PDP ゲーミングはちょっとおすすめできないかなっていう感じはあります。っていうのもこれ金額がすごい安かったらわかるんですけど、このパルス 3D とまあ大体同じくらいの価格なんで、こっちもイコライザーは2パターン使えるんですけど、こっちはプレス5内でいろいろカスタムできるので、幅広く使えるのはこっちかなっていうところでした。あと付け心地に関しては圧倒的に、まあ、このビクトリックスもしくは、パルスっていう感じで、まあ、付け心地もちょっとあんま PDP ゲーミングは良くないかなって思いました。これはちょっとおすすめできません。予算に余裕があるならこのビクトリックスギャンビットおすすめっていうところで、そこまで予算かけられないよっていうことであれば、こっちの純正のパルス 3D おすすめっていう感じになります。それでは今回の動画は以上になります。これからも PS5 や配信に関する便利な動画を作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたね。